今回の話題は大谷翔平選手頭部にあわやデッドボール。うわあ、絶叫の声、世界がブチギレ。無事に球場から帰れると思うなよ。海外の反応ということについて紹介します。4月15日から始まったエンゼルスの17連戦、最初のレッドソックスとの4連戦では1勝3敗、続くヤンキースとの3連戦では1勝2敗、続くロイヤルズとの3連戦2勝1敗、そして今日から始まったアスレチックスとの4連戦の初戦、大谷翔平選手は3番 DH で先発出場しています。現在まだ試合は継続中ですが、速報として第1打席で頭部にあわやデッドボールという場面と海外の反応を速報として紹介します。昨日の試合終了時点での大谷翔平選手は、投手としては5登板28投球回3勝0敗、防御率 0.64、 奪三振38、奪三振率 12.21、 ウィップ 0.82、 ウィップは1イニングに何人ランナーを出すかの投手の成績の数値で、1.00 以下だと最高評価。打者としては79打数21安打、打率2割6分6厘、5本塁打、10四球、13打点、オプス 0.825。 オプスは出塁率プラス長打率で計算され、選手がチームの得点にどれくらい貢献できているか、得点のきっかけをどれくらい作れているかの打者の成績の数値で 0.9 以上だと最高評価と、打撃に関しては好調とは言えませんが、昨日は5試合ぶりとなる5号ホームラン、6試合ぶりのマルチヒットを放ち、流れが変わるかどうか期待された今日の試合。1回2死で迎えた第1打席、アスレチックス先発のサワン・ワルディチク投手との対決で悲劇は起きました。ノーストライクワンボールからの2球目、チェンジアップがすっぽ抜けて大谷翔平選手の頭部にめがけてボールが一直線。それを大谷翔平選手はうわーと声を出しながら間一髪でかわしました。球場は大ブーイングに包まれます。ただ大谷翔平選手は自軍ベンチに向けて笑顔で両手を上げ、大丈夫だよと無事を知らせており、相手捕手と笑顔で会話を交わしていました。なおこの打席ではその後、フルカウントからスイングに行ったバットが相手捕手のミットに当たり、今季3度目となる打撃妨害で出塁しました。それではここから、この大谷翔平選手への危険球に対する海外の反応を紹介します。おい、ふざけんなよ、ぶすぞ、下手くそが。これで大谷に当たってたら、この投手は今日無事に球場から出ることはできなかったぞ。一瞬心臓が止まったわ。本当に何事もなくてよかった。翔平、さすがよく避けたわ。それにその後のあのジェスチャー、さすが翔平。とにかく当たらなくてよかった。あの大谷があんな声を出すなんて、よほど怖かったわよね。慰めてあげたいわ。試合はまだ継続中です。エンゼルスは早速大量失点と厳しい展開ですが、大谷翔平選手2試合連続のヒットなるか、第6号ホームラン出るか、楽しみに応援しましょう。なお大谷翔平選手はこの4連戦の最終日28日に今季4勝目をかけた登板が発表されています。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また来てくださいね。